パチンコ業界の未来を考えるガイア倒産と病気問題に対する解決策とは？皆さん、こんにちは。私は記者のプロの専門家です。今日はパチンコ業界について考えてみたいと思います。最近、ガイアというパチンコチェーンの倒産が話題になりました。また、パチンコに関連した病気問題も社会的な関心事となっています。まず、ガイアの倒産についてですが、これはパチンコ業界にとって大きな衝撃でした。ガイアは長年にわたり多くの人々に楽しみと娯楽を提供してきました。しかし、経営の問題や競争の激化などが原因として挙げられています。このような事態を避けるためには、業界全体の健全な経営と競争環境の改善が必要です。次に、病気問題についてです。パチンコは一部の人々にとっては楽しみやリラックスの場でありますが、過度なプレイや依存症のリスクも存在します。この問題に対しては適切な啓発活動や予防策の充実が求められています。また業界自体も責任を持ち適切な対策を講じる必要があります。では解決策や対処方法について考えてみましょう。まずパチンコ業界は競争の激化や経営の問題に対してより透明性を持った経営体制を構築することが重要です。さらにパチンコ店舗の多様化や新たな楽しみ方の提案も必要です。これにより顧客のニーズに合わせたサービスの提供が可能となります。また病気問題に対しては適切な啓発活動が不可欠です。依存症のリスクを最小限に抑えるためにパチンコ業界は自浄能力を高める必要があります。具体的には自己制御のための施設やサポート体制の整備、プレイ時間の制限、適切な休憩時間の設定などが有効と考えられます。このような取り組みによりパチンコ業界はより健全な方向に向かうことができるでしょう。私たち記者としては読者の皆さんのご意見やコメントをお聞きしたいと思います。パチンコ業界の未来について、皆さんはどのような考えをお持ちでしょうか？どのような解決策が必要だと思いますか？皆さんのご意見をお待ちしております。引き続き、パチンコ業界の発展に向けて取り組んでまいりましょう。ありがとうございました。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。